冗談。膠着した試合に風穴を開けるどでかい一発。どうしまったんだよみんな。こんな冷たいチームじゃなかっただろ。ここからフルスロットルでぶっこんでいくぞ。1年に打たれるとダメージこんなでかいんだな。この回からはナンバーズ中心に切り替えましょう。さすが先輩に消えろっていうだけある。よっしゃ、ふんどし締め直していこう。何なんだ、絶対力になってやる。ライトさん、スル。ここで動いて。ナンバーズでカウントを取れないことで結果ストレートが狙われやすくなってる。リードが難しくなるのはむしろここから。まだ力を残しているストレートメインで勝負しましょう。一人では死なせません。インコースにストレート来た、まっすぐ。まだ2アウトです。油断即死、お忘れなく。ね、周りが見えてますね。ああ、それぐらい今のアウトは大きかった。どれだけ疲れていても集中力が増しゾーンに入ることがある。なんで今あいつの後ろを守ってやれてねえんだ。広く使おう。追い込んでんだぞ焦りゃ。ここが勝負だぞ。古谷のような剛速球ではない。え、なんで。おとなしくしてたらアウトになるじゃん。バット振らなきゃ当たんねえじゃん。よっしゃ。さあ、遅れてきたチーター、この腹ペコチーターは手ごわいっすよ。2試合とも日本の野球を見せることはできたと思う。全力で戦い合おう。はい、ありがとうございました。メイ、言うべきか迷ったけどお前癖が出てたぞ。この時期にボールの軌道を見られるんだからさ、タダで帰ってもらうわけにはいかないじゃん。選抜は譲ったけどさ、夏は俺たちのもんだから。このまま聖堂に持ち帰ってみんなに伝えていたらどうなっていたか。8回のマウンドに立った沢村先輩と最後は振り切り名門西方高校を撃破。試合は負けたけどいろいろ吹っ切れたわ。お前に刺激もらってな。さあ、来週から最終調整で守備も攻撃もここから上げてくれんと困るで。第一試合負けたのは自分のせいです。今日は疲れたから早く休むってさっさと出て行ったよな。ほぼストレートで西方打線を封じ込めましたからね。お前もかい。確かにそんな顔しとる。今日も結局後半ひっくり返された。やっぱ奥村上がってくるよな。勇気は確定。今日も貴重な先制ホームラン打ったし。私の正直な気持ちとしては、そうですね、小野の回復具合によってはナンバーズはストレートと連動した球だからな。勉強になったか。戻ってたんですかキャップ。お勤めご苦労さんです。で、弱点は何か攻略法は見つかったんですか。お前も今日活躍したんだってな。みんなも褒めてたぞ沢村先輩のこと。なるべくパートナーを組もう。え、今日の反省を次につなげよう。小野先輩、蜂蜜にレモンっていいんでしょ。差し入れてやろっかな。ボールを長く見れるしこっちの方が懐が深くなる気がして。ノート貸せ小野。お前の分も俺が取ったるわ。そんなに止められないものなのか古谷さんの球。あれだけのスピードで跳ねられるとね。どうして今空を掴んだの。世界をその手に掴もうとしてるの。週末、神奈川の東郷学園、埼玉の強豪長倉と唯は9イニングで1失策と対応力の高さを見せた。ベンチ入りメンバーに選ばれたのは外野手結城正史。名前を呼ばれなかった3年はここに残れ。後のものは練習に。もっと自分にキャッチャーとして信頼されるだけの力があったら。局面を読んでブルペンを温めてくれるし、俺は小野がベンチにいてくれると心強いよ。ベンチに入り
戦うことを許されるのはたった20人。選ばれし20名はさらに誓う。戦うこと。監督からあんな風に頭下げられたら選手は嬉しいですよ。そうやってまた俺を震えさす。いいよ、それでもっと打て。よしよし、コーチ、うまくいってるな。感謝を声に出していこう。こっち梅。うわ、でかいのある。爆弾。夏バテに効果あるよ。知ってる、昨日本で読んだ。お、一気に。うわ、やばい、このベラン。全身バキバキ。大丈夫？あれ、カッコつかねえよ。何ですかその顔。前半飛ばしたからって百鬼バッターを油断させる技ですか？これは数字を追いかけられても困りますから。せっかくの合宿だし、いろんな3年と交流しておくのもいいだろ。言っとくけど、こいつ鬼な。先輩とか後輩とか関係ねえぞ。おお、やっとるな。俺もこいつら連れてきたで。いやいや、それほどでも。マジで古谷の喜びを奪わないでやってくれ。何ですかそれ。国民主権とは何か、かの有名な言葉。国民の代表者を通じて行う制度が間接民主制というものだ。そして土曜日のダブルヘッダーは古谷と川上、お願いします。合宿の疲れがあるのは重々承知。過酷な夏のトーナメントに泣き言言い訳は通用しない。一打必殺。サードに取らせるナイスバント。だろうが、お前もすげえ。ガッテン。選手全員が同じ方向を向けている気はしますね。秋田優勝がなかったら俺は今頃監督で。今年も始まってしまいましたね。ええ、冬の練習を思い出します。すなわち個々のレベルが上がればチームが強くなる。どうした、もう声が出ないか。心筋鳴らしてくれ。まだまだ去年とは違う。さあ来い。お前たちがいるから俺も戦える。明日は抽選、練習試合も残りわずか。絶対負けねえ。取り戻すから。俺が取る。僕が取る。取る。負けない。聖堂高校 C ブロックの65番。主力が来てないチームも多い中、エース自ら。やっぱこの3チームぶっ倒さなきゃ甲子園にたどり着けねえか。お前が序盤に我慢強く試合を作ってくれたおかげだな。制球力重視でピンチになったらギアを上げる。どれだけ点を取られても俺たちがそれ以上点取ってやる。試合に勝つんだって空気は最後まで途切れなかった。薬師先生は D ブロックか。成功は命実の A ブロック。シード校の創生はもちろん、最近力をつけてる八夜王子も油断で。片岡監督の恩師である榊監督と
初戦でぶつかるかもしれないとは。